松の木峠パーキングエリアは、岐阜県高山市の東海北陸自動車道に設置されているパーキングエリアである。2013年4月19日15時に供用開始。商家インターチェンジ引き読み IC 間に設置されており、日本の高速道路で最も標高の高い地点に位置するパーキングエリアとなっている。当該区間開通の時点では、資材置き場や除雪基地となっており、 新入路に衝突衝撃干渉具が置かれていた。当初は東海北陸道の全線開通時に開設の予定であったが、この時点では下り線のみ両端に移動され、繁忙時期に仮設トイレを設置して、施設を開放、換算期に施設の閉鎖を繰り返して運用していた。その後、管理施設扱いでトイレなどの施設が建設され、仮設トイレが設置されていた時期と同様に、 繁忙機のみの運用となっていた。この時点で自動販売機が設置された。2009年7月に高山市がパーキングエリアとしての開設をネクスコ中日本に要望し、2013年4月19日に開設された。日本最高所の PA であることを示す木製の看板。ありがとうございます。